さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。いいぞ翔太、もうちょっと、もうちょっとだ、頑張れ翔太くん、あと少しで倒せるよ。任せろ、ここで必殺。そんな、もうちょっとだったのに。てかさ、このピンキーっていうキャラ強すぎない？でもピンキーちゃん可愛いから好きなんだよね。このゲームでチート級の最強キャラって言われてるからな。よし、もう一回やるぞ。ちょっと翔太くん、こんなに可愛いレディーたちがいるのになんでゲームばっかりしてるのよ。ほんとそれ、ちょっと男子、せっかくだからどこか遊びに行こうよ。ダメダメ、僕たちはこのピンキーちゃんを倒すまでは絶対にこのゲームをやめることはない。これは僕たちの夏休みの課題、いや人生の課題なんだ。ゲームに人生捧げてる人だわ。もう今日はせっかくお泊まりの日だっていうのに。ミオちゃん、今のうちにみんなのお菓子とかジュース買いに行こう。そうね、そうしましょう。男子たち夜になったら帰ってくるから、それまでにゲーム終わらせとくのよ。よっしゃみんな、もう一戦行くぞ。すっかり遅くなっちゃったわね。パンケーキ美味しかったね、ミオちゃん。私メープルシロップかけすぎてお皿から溢れちゃった。スガちゃん、店員さんに怒られてましたわよ。ただいま翔太くん、もうゲームは終わった？その雰囲気、まだ勝ててないのね。マジで強すぎだよ、こんなのどうやって勝てるんだよ。さすがにこれだけやって勝てないなんて、もうやる気なくなってくるね。そろそろ諦めるか。そうそう、諦めも肝心よ。みんなでお菓子パーティーしましょう。そうだね、お腹も減ってきたし、そろそろやめるか。やめちゃうの？嘘つき、私のこと攻略するって言ったじゃん。なんだよ翔太、まだゲーム切ってなかったのかよ。あれ、おかしいな。俺さっき電源切ったと思うんだけど。私のこと攻略するまで返さないから。わあ、なんだ？画面が急に光って。なんだいきなり。ここはどこ？おい、みんな起きろ、起きろって。翔太くん、何よこれ、今時のゲームこんなにリアルなの？違うよ、これはゲームじゃないよ。とにかくみんな起こさないと。早くみんな起きて。大丈夫？スガちゃんだけみんなと寝方違うくて草。どうなってんだよ、俺たちさっきまで翔太の家にいたよな。ここは誰のお家？とりあえず誰かいないか探してみよう。お、誰かいるみたいだよ。すみません、来た来た、遅かったじゃん、早くおいでよ。君はピンキーちゃん？私のこと倒すんでしょ、早くクリアしてよ。どうなってるの？本物のピンキーちゃん？こんなのゲームじゃないわ、どう見ても本物に見えるもの。いやいや冗談はよしてよ、どうせあれでしょ、ピンキーちゃんのコスプレしてる人でしょ。悪いけど早く帰らせてもらうよ。へえ、帰るんだ。いいけど、どうやって帰るの？どうやってって、そんなの普通にここから出ればいいだけの話でしょ？なあ、翔太、出口見つかった？いや、どこにもないな。入り口も出口も見当たらない。おかしいわね、ここのお家、なんで入り口と出口がないの？お家なのになんでドアがないの？変だよ。ねえピンキーちゃん、ここは一体どこなの？そりゃ入り口も出口もないよ。だってここゲーム機の中だもん。ゲーム機の中？そうだよ、だって君たちが言ったじゃん、私を倒すのが人生の課題だって。だから私を倒すまではここから出られないよ。ふざけんな、だってピンキーちゃんずるいんだもん。小悪魔キスとかいう技使ったらキャラクター3秒間停止するし。しょうがないじゃん、だって私可愛いんだもん。まあ確かに可愛いけど。おい翔太、何認めてんだよ。ちょっとピンキーちゃんだかなんだか知らないけれど、私たち関係ないんですけれど。そうよ、ちなみにあなたに勝ったら出してくれるんでしょ？だったら私たちがやりますけど。もちろん挑戦者は誰でもいいよ。ただしゲームの話だけどね。ちゃんとゲームの私に勝ったらここから出してあげる。
悪いんですけれど、ゲームではなく普通にここから出してもらいますわよ。女の子には手を挙げない主義だけど、こればっかりはしょうがないわね。ああピンキーちゃんかわいそう。ゲームの世界では最強かもしれないけど、リアルファイトだったらあの二人には絶対勝てないよ。そうだね、残念だけどこればっかりは止められないよ。なるべく手荒な真似はしたくないわ。早く出口を教えなさい。出ないと痛い目を見ますわよ。あはは、私に勝てると思ってるんだ。かわいいね。あんまり調子に乗ってたら怒りますわよ。サンダーボルト。あれ、どうしてかしら、杖もあるのになんで魔法が発動しないの？だってここはゲームの世界だよ。あなたたちの住んでる世界とは違うもん。だったら悪いんだけど、物理的攻撃で生かしてもらうわよ。 Are you ready? うわー、ピンキーちゃんかわいそう。スガちゃんにボコボコにされるよ。くらいなさい、小悪魔キッス。な、何これ、体が動かないんですけど。ちょっとだけ痛い目見るよ。えい、ちょ、やめて、なんか地味に痛いんですけど。やだ、私の綺麗なお顔が傷ついちゃった。マジかよ、ミオちゃんとスガちゃんが負けるなんて、こんなこと今までほとんどなかったのに。やっぱりピンキーちゃんは最強だ。さ、ほら早く早くゲームしようよ。ああ、早く誰か私を倒してくれないかな。翔太くん、一体どうすればいいの？こうなったら徹底的に攻略するしかない。みんなで頑張って練習しよう。よし、みんなで特訓だ。すやーすやー。はあ、翔太どうだ、攻略の方は？ダメだ、どうやってもあと一歩のところで HP が足りないよ。翔太くん、私たち本当にこのままクリアできなかったらずっとここにいることになるの？そうだよ、だって言ったじゃん、人生かけるんでしょ。くっそ、まさか大好きなゲームでこんなに苦しめられることになるなんて。だから言ったのよ翔太くん、ゲームばっかりしてたらダメって。俺たちが夏休みゲームばっかりしてるから神様が天罰を与えたのかな。まあ目の前にいるのは神様どころか悪魔だけどね。今回ばかりはマジでお手上げだ。おい翔太、いるか？母さんが怒ってたぞ。どんだけ電気代高いんだって。あれ、おかしいな、今日はみんなでお泊まりしてるって聞いてたんだけど。お、懐かしい、このシリーズまだ続いてたんだ。この小悪魔ピンキーちゃん、俺がやってた妹シリーズにも特別ゲストで出てたんだよな。いやー、あの時めちゃくちゃやり込んだからな。どれどれ、小悪魔ピンキーちゃんはまだ小悪魔キッス使ってんのかな。実はあれ、回避する方法があるんだよな。どれどれ。ミオちゃんごめん、今日はもう限界だから明日頑張ろう。もう私たちここから一生出られないんだわ。やっぱり私って最強なんだよね。う、だ、誰、誰かが、わ、私のこと。わあ、なんだ、地面が。う、あれ、戻ってきた？やったー、助かったー。翔太くん、もしかしてクリアしたの？いや、俺はクリアしてないよ。誰がクリアしてくれたの？ちょっと君たち、俺から降りてくれないかな。兄ちゃんすごいよ、俺たちのヒーローだよ。やっぱり翔太くんのお兄ちゃんかっこいい。そうか、なんかわかんないけどありがとう。本当はゲームばっかすんなよって注意しに来たんだけどな。この一件以来、ちょっとだけ翔太くんたちはみんなといるときはゲームを控えるようにしましたとさ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。